秋田峠は、秋田県北秋田郡上小兄村と南秋田郡五条目町の境にある峠である。ここでは、歴史的にこの地区を通っていた峠道についても、記述する。久保田藩によって天南元年に編集された、両中大小同定町に記載されている、現在の上小兄村の街道には、木戸石村から離大、芹沢、三里、三北、鎌沢、小沢田村、 沖田面とつなぐ街道があった。この街道と五十目を結び、久保田城下町につなげるのが五十目街道であった。この街道は山越えを越える難所が多かったが、比較的早い時期から利用されていたのは、この街道が久保田と阿鉱山や大立城をつなぐ最短ルートであるからだった。五十目街道は、沖田面村からは東方に四里余りの折渡り峠を通じて最短距離で、 兄鉱山とつながる吉田街道の起点となっていた。ただ、五十目街道の名は正式なものではなく、通称であった。江戸時代、五十目と上小兄をつなぐルートは、主に二つあった。五十目三内国土、日田湯のまた引く、千軒内黒森小田瀬国土とつながる、黒森街道と、五十目中津まった笹森、笹森峠、中茂とつながるルートである。黒森街道は、 現那3年に、梅津正影が、梅津正影日記に記載したルートで、彼は、黒森通こと外説書、島刈向か通り港と記録している。線県内からは、滝の下沢をたどり、現在の地形図にも記載がある、不動滝を過ぎ、標高329メートルのピークの西250メートルに、ある窓の切り通しで三主町側に出て、そこから、両線付近をたどり、 黒森に至る。黒森とは現在上小谷村と三種町、五条梅町の三町の境となっている標高330メートルの山で、当時のルートとしては最大の難所であった。この街道が山本九条岩川村と秋田郡、南沢村の境となっていたと言われている。黒森からは両線をたどり小田瀬沢上流から小田瀬沢折小田瀬に至った。笹森峠を越した記録は、 文政三年の菅江雅美による雪の山越えがある。雅美が描いた絵図は現地の風景と一致し、中茂の絵図もある。笹森峠は現在の地形図にも記載されている道路である。自動車が通れるように補修された時は、五条目の商人が与内沢まで出張して、商売をするほどであったが、冬には積雪によって、 崖崩れが多発し春には必ず補修を行わなければ通行不能な道路であった。現在も多数の崖崩れの場所があり、車両は通行不能である。1896年4月には50目線路として南秋田郡1日市村から上小谷村を通り、北秋田郡与内沢町に至る重要道路として県辟市弁道に追加され、 笹森峠を越す幅2軒の道路が整備された。この時点では馬車が通れる程度のものであったが、1953年夏の大改修により自動車が通れるようになった。1963年頃に秋田峠を通る道路が完成する。1970年には国道285号に昇格している。1981年に 旧秋田峠の下を貫通する秋田峠トンネルとこれに接続する三太郎沢橋が完成し、さらに1986年に上小阿にトンネルが完成したことにより、国道285号の難所はほぼ解消された。秋田峠と名付けられたのは1980年で、国道285号線の大改修に伴い、新時代にふさわしく、 歴史的に意義のある地名をということで、五条目町長と上小阿仁村長が名付けた。それ以前は山を切り開いて、道を作ったため、割山峠と呼ばれていた。秋田峠の改修により、国道285号線は、山間部を通る割には、交通量が多くなっている。ありがとうございます。